はい、皆さんこんにちは。今回は9月と10月のハーリップトゥーデの購入品を紹介していきたいと思います。もう12月になってしまって、今着用しているこのワンピースもハーリップトゥーの12月のホリデーコレクションのワンピースになるんですが、まだ9月と10月の購入品を紹介していなかったので、今回は9月と10月の購入品を紹介したいと思います。で、12月の購入品でまだ届いていないものもあるので、11月と12月の購入品はまた後日紹介したいと思います。9月と10月は、9月が表参道にあるハーリップトゥーの実店舗のハウスオブエルメでの試着がスタートしたのと、10月は秋のイベントが東京のハウスオブエルメと大阪のイベント会場で行われたので、9月と10月は結構買ってしまいました。どんどん紹介していきたいと思います。まず9月の購入品なんですが、9月の購入品、まずはワンピースからいきたいと思います。まずはこちらのルルコルセットデニムドレスになります。こちらはまずマネキンが着てる匂わせが出て、その時はあまりピンとこなかったんですが、その後に小島さんが着用している画像が商品ページで出て、それですごい可愛いと思って、ハウスオブエルメの試着が始まって初めて試着したワンピースになるんですが、これは試着したらすっごく可愛くてすぐ購入を決意しました。人間が着ないとこのドレスの良さがなかなかわからないんですが、ボタンで留めるようになっていて、でこのコルセットの部分、ここはこういう感じでボタンで取り外しができるようになっているんですが、でここを留めて、でリボンを2箇所留めるっていうワンピースになります。裏がすごく可愛くて、この裏のシャーリング、これが本当にすごい可愛いです。なので後ろ姿も本当に可愛いですし、このワンピースもポケットがあります。デニム素材ではない素材なので、素材の名前忘れてしまったんですが、こうやってもシワにならない素材で、旅行とかに持っていくのにもすごく重宝しますし、人間が着ないとわからないんですけど、私の Vlog でもそんなに全身はないですが、着用してる Vlog があるので、もしよろしければそちらをご覧いただきたいんですが、本当にこれ着るとすっごく可愛いです。あまり言葉で伝えられなくて申し訳ないんですが、これ本当に着るとすっごく可愛いので、すごいお気に入りです。着るとすごく可愛いですし、こうやってやってもシワがつかなくて便利ですし、持ち運びとかにも便利で、旅行にぴったりですし、あと後ろのシャーリング、これ本当にこのシャーリングが本当にすごい可愛いです。と今回紹介するの、多分ほぼ全部完売してるんで、あんまりおすすめですっていう言い方はあれなんですが、本当におすすめです。お腹の締め付けも全然ないので、たくさん食べる日も着れますし、本当に可愛くておすすめです。次のワンピースがこちらになります。こちらはこの生地が千鳥柄風の細かいチェックがすごい可愛いなと思って、丈はロングではないんですが、少し短めの丈で、ここのベルトがポイントです。あとこのボタンですね、このボタンも本当にすごい可愛いんです。これもハウスオブエルメで試着をして、もちろんすごい可愛いって思ったんですが、次に紹介するワンピースも欲しいって思って、でそんなにワンピース買ってもなと思ってすごい悩んだんですが、これはこのルルデニムドレスとも、次に紹介するやつともまた違った可愛さがあるし、こういうフレアスカートではないワンピースなので、こういうワンピースはあまり持ってないのと、私はすごく千鳥柄が好きなんですが、この千鳥柄風のチェックが本当にすごい可愛くて、で悩んだ末に購入しました。これも買ってよかったなって思います。これももう私の Vlog で着用している時があるので、もしよろしければご覧ください。ベルトは取り外せるので、手持ちの違うベルトに変えたりとか、ベルトなしでも着用できます。ベルトはこんな感じで簡単に着脱できます。これはポケットはないです。でも可愛いです。レディーっていう名前がついていて、春夏に購入したレディーワンピースがすごくお気に入りで、レディーってつくやつは間違いがないと思って購入しました。これもすごいお気に入りです。次のワンピースは最後なんですが、こちらのレースモチーフのワンピース、ハウスオブエルメでもうすぐ試着が始まるっていうちょっと前に確か出たんですけど、この辺がタイトかなと思って、試着してから買いたいなと思っていたら、試着する前に完売してしまって結構ショックだったんですが、試着する時に商品が置いてあったので、その時は完売だったんですけど試着しました。このワンピースも本当にすごく可愛くて、こういうモーブ系のカラーもすごく好きですし、レースモチーフも
すごいアクセントになっていて可愛くて、携帯とかを入れるとはみ出てはしまうんですが、ここにポケットもついていてすごい可愛いなと思って、もし再販があったら買おうと思っていたら再販があったので購入しました。今回買ってるワンピース3着は結構平等に着る機会があって、9月に購入したんですが11月までは着ることができて、すごいお気に入りのワンピースたちなんですが、これも本当にお気に入りで、羽田空港のディフェスタにも着ていきましたし、大阪のハリプトゥデのポップアップにも着ていきました。母親世代にもすごい可愛いって褒められたワンピースでした。下はこういう感じのフレアスカートタイプです、はい、でボブ袖で結構しっかりした素材で、後ろチャックなんですが、この切り替えのところでチャックの上げ下げがちょっと大変です。上げられるので大丈夫です。これも本当にすごいお気に入りです。また来年も着たいなって思っています。9月の次の購入品がこちらのカーディガンです。商品名を失念してしまいましたが、色はピンク系の方になります。画像だとあんまりピンクっぽく映ってないんですが、肉眼で見ると結構可愛い薄めのピンクです。で、これはハイプトゥはだいたい毎年秋9月頃にこういうショート丈のカーディガンが出ているんですが、毎年デザインが違うことが多くて、去年のは買わなかったんですが、今年出たこれがすごい可愛いなと思って、ルルデニムワンピースに合わせて着るとすごい可愛いなと思って買いました。これ着るとこんな感じで可愛いんですが、ダボっとしていてすごい可愛いです。色がピンク系とベージュ系があって、本当にすんごい悩んで、もう両方買っちゃおうかなってちょっと一瞬思ったんですが、いやいやいやと思って一生懸命悩んで考えて、結果的にこのルルデニムドレスに合わせることを一番に考えると、こっちのピンク系の方が可愛いなと思ってピンクを選びました。次の購入品がこちらですね。ピンクのパンツです。商品名忘れてしまったんですが、すごいピンクが本当に可愛いピンクで欲しいなって思っていたんですが、サイズが心配だったんですが、ハウスオブルメで試着して買いました。本当にピンクがすごい可愛くてお気に入りです。後ろはこういう感じでダブルベルトになっていて、ここで若干のサイズ調整ができます。ベルトループとかはないので、自分でベルトをつけてサイズ調整とかは難しいタイプなんですが、ズボンなのでもちろんここにポケットがあります。旅行とかコーディネートに悩んだ時とか、すごいピンクがアクセントになるので結構よく履いてます。買ってよかったなって思います。9月の購入品ラストがこちらですね。ついてるハンガーはこれじゃなくて薄い方だったんですが、ショートトレンチです。コートっていうよりもジャケットに近いというか、素材はいい意味で薄めで、本当に秋の始まりとかに着るのにちょうど良いなと思って買いました。ちょっとまだコートまでいかないなっていう時とかにいいなと思って買ったんですが、今年はそんなに寒くなかったのもあって、そんなに着用機会はなかったんですが、着ると可愛いです。羽織ってみると、これも最初の販売ではそんなに買えないなと思って見送ったんですが、やっぱりいろいろ考えてあると便利だなと思って悩んだ末に購入しました。ボタンが2箇所留めるようになっていて、あんまり分かりづらいかもしれないんですけど、羽織るとこんな感じです。ここが結構空いてるので、こういう首が詰まってるものを中に着た方が可愛いかなと個人的には思います。空いてるものを中に着ると寒いっていうのもありますし、個人的にはこうやって中が詰まっている服を下に合わせる方が可愛いかなって個人的には思います。言い忘れてしまったんですが、ボタンがすごい可愛くて、あんまり伝わらないかもしれないんですけど、マットな感じのボタンでハーリップトゥーって入ってます。こんな感じですね。はい、末永く愛用したいなって思います。はい、9月の購入品は以上になります。次が10月の購入品です。10月は秋のイベントがハウスオブエルメであって、もちろんそれには行ったんですが、その後に大阪でもポップアップがあって、大阪のポップアップは全然行く予定ではなかったんですが、行くことになりまして、9月に続き10月も結構想定外に購入しました。では10月の購入品を紹介したいと思います。まずこの再販で買ったんですが、スイードジャケットです。これは去年こういうタイプのスイードジャケットが出て、去年黒を買ったんですが、それがすごくお気に入りで、今年は去年も出てたベージュと今年の新色このクラシックブラックが出まして、こちら可愛いなって思ってたんですが、去年の黒もあるしすごく可愛いけど頑張って見送ろうって思ってたんですが、やっぱりこのクラシックブラックが去年買った黒にはない良さがあるかなと思って買ってしまいました。ボタンもすごい可愛くて、中の裏地もよくあるハーリプトゥオリジナルの裏地が使われています。羽織るとこんな感じで可愛いです。
黒で何にでも合わせられますし長く使えるかなと思って去年の黒もありますが今年のクラシックブラックも可愛かったので購入しました。そんなに深くはないんですが、ここにポケットがあります。はい、こんな感じです。これも販売してるのであんまりおすすめですとは言いづらいですが、おすすめです。来年もしかしたらまた再販あるかもしれないので、そしたらぜひおすすめです。次が小物なんですが、このカチューシャですね。2本重ねてつけると可愛いっていうカチューシャです。カチューシャを持っていなくて買わなくてもいいかなって思ってたんですが、挑戦してみたいなと思って購入しました。ここに小さくハーリップというのイニシャルがあったり、こっちの白い方はビーガンレザーのものになって、こっちがゴールドのやつで、重ねてつけるとすごい可愛いです。まず東京のイベントで購入したものを紹介します。帽子をたくさん買いました。まずはこちらですね。バケットハットに見えるんですが、商品名としてはクロシェハットで、すごいなんかおしゃれで可愛いなと思って買いました。家にクロシェハット持ってないのでいいなと思って購入しました。でこれは正面こんな感じで、ここにハーリプトゥのイニシャルがついているもので、このベロアリボンがポイントです。打っても見えないんですが、こんな感じでベロアリボンが垂れてすごい可愛いです。これはまだ在庫あるので本当におすすめです。ウール 100% なのですごいあったかいですし、これから寒くなるのでたくさんかぶりたいなって思っています。サイズ調整もマジックテープでできるようになっています。本当にすごい可愛くておすすめです。次の帽子がスイードのキャスケットです。スイードのキャスケットは去年茶色を買ったんですが、今年は黒と白と黒のカラーが出て、どっちも本当にすごい可愛くて、でポイントがこの後ろのリボンですね。この後ろのリボンがめっちゃ可愛いと思って、どっちの色も可愛くて選べないなと思ったので、スイードが大好きな人間なので両方買ってしまいました。本当にどっちも可愛くてすごいおすすめです。こっちのカラーはまだあるかもしれないんですが、黒はもう完売を多分していて、でも本当にどっちもすごい可愛いです。かぶっても見えないんですけどすごい可愛いです。一応中がこういう感じで、いつもだいたい帽子にあるウィズラブのメッセージが入っていて、マジックテープでこれも調節ができるようになっています。これは本当にどっちのカラーも可愛くておすすめです。次が大阪のポップアップで購入したものです。まずはこれですね、スイードのカーディガン。これが大阪のポップアップから先行で出て、私スイードがすごく大好きなので帽子に引き続き2色買いしてしまったんですが、本当にすごい可愛いです。ベージュと黒があって、手持ちにない服の色はこっちのベージュだったんですが、こっちの黒もすごい可愛くて、黒の方が着た時にしっくり焼きそうだったので黒も欲しくて、ベージュもこれすごいあったかい感じなので、結構3月4月ってまだ意外と寒かったりするので、これは3月4月にも着れるベージュだなぁと思って、あんまり迷わずに両方買おうってなって、これは両方買ってしまいました。本当にすごい可愛いです。この上に羽織れないかなと思うんですが、一応羽織ってみると寸髪になりそうなんですけど、こんな感じですね。この間再販していて、今在庫多分オンラインストアにはないと思うんですけど、このニットワンピの上にはあんまり合わないんですが、すごい可愛くておすすめです。お気に入りです。ここはデザインなので、ここにポケットがあるわけではないです。でボタンはこんな感じの金色の可愛いボタンがついてます。次の大阪のポップアップでの購入品がこのケーブルニットカーディガンですね。こちらは東京のハウスオブエルメのイベントの時は可愛いなって思いつつ見送ってしまったんですが、やっぱり買えばよかったかもってだんだんなり始めて、そしたら大阪のポップアップに在庫が残りわずかであったので、このグレーの服あんまり持ってなくて可愛いなと思って買いました。ここのポケットにつけているリボンは全品なので取り外しが可能です。なのでお好みでいろいろなところにつけられます。私は公式の着画で上がっていたこのポケットにつけるのが一番可愛いかなと思ってここにつけています。ボタンこういう感じでダブルパールのボタンが可愛いです。もしかしたら思った方がいらっしゃるかもしれないんですが、このリボンが若干綺麗じゃないのは、リボンが別添えで袋に入って届いて、その中で結構動いたみたいで、かなりシワシワになってリボンが到着して、あとまだアイロンをかけられていないので、まあ、こんな感じになっています。このニットワンピの上には絶対に合わないのであれなんですが、すごい着膨れすると思うので、羽織ってみるとこんな感じですね。これはすごい分厚めの薄いニットではないので、これから寒くなってもすごい活躍すると思います。このポケットは手は入りますが、あんまり使わない方がいいかなって思います。伸びちゃうと思うので、こんな感じで見せ方があれですが、ケーブルニットすごい可愛いと思います。
10月もこれで買い納めって思ったんですが、10月の本当に最後の方の再販でこのブーツを購入しました。10月の秋のイベントで新商品として登場して、すごい可愛いって思って、ポインテッド等でもないし歩きやすそうだなって思ったんですが、実は試着が可能であれば試着してから買いたいと思っているのでイベントでは買わなくて、その後届いた方からのレポとか大阪のポップアップで店員さんに聞いたりして、これは本当に履きやすいですよと聞いて、で最後10月の末に再販があったのでハウスオブエルメで試着してサイズ大丈夫そうだったので購入しました。10月下旬に買って到着したのが12月上旬到着の予約商品だったので、12月に入ってやっと届いたんですが、届いてから毎週末はもうこれを履いてるっていう感じのブーツになります。こんな感じでもう履いているのであんまりあれなんですが、このビジューがポイントで、ビーガンレザーのツルツルの部分と横はベロア素材になっていて、後ろにハーリプトゥのイニシャルが入っています。あとヒールはこんな感じです。ちゃんとこうやって曲がるので着やすいです。はい、これもちょっと今もう多分完売してしまっているんですが、すごいおすすめです。これすごい本当に歩きやすいので、また来年以降も違うカラーだったりとかで、まあ、型は同じで出してほしいなって思います。9月と10月の購入品の紹介は以上になります。最後までご覧くださりありがとうございました。